かバグってる。コメントが広い、めっちゃ。あ、こうやってやればいいのか。こんばんは。なんかショールーム変わりましたか？なんか違う。まあいいや。前髪パツンすぎて嫌だな。なんか違う、リンクから見た視点が。こんばんは皆さん。今日は、あ、今日にじゃないを撮ったっていうの忘れてた言うの。今日はエゴさんとお出かけして、その後にじゃないを撮って、その後にあれです、DMM 実況を見て今に至ります。今日は琴乃さんと一緒にやってきました。2回目でした。なんか顔がまた変に白くなっているけれども、気にしないでください。ください、気にしないでください。お菓子を食べよう。どっちにしようかな、どっちにしよう。充実した一日だったね。そうです。なんか反射するのが嫌だ。また変に白くなった、やだ。ここにあるお洋服をかけたらどうだ。どうやったら治るんだろう。なんでこんな白くなるの、キモい。ずっとこうやってやってなきゃいけないのはやだよ。白飛びしてる。壁が白いから、なるほど。でも別に貼るもの。でもな、セロハンテープとか家にあったっけ。ちょっと待ってください。どうしよう。どうしようか迷う。いいや。何か置けない後ろに、なんか袋とか、お洋服買った時の袋があるけど、ここじゃダメかな。ここに置いたら、あ、ちょっと戻った。どう、あ、いい感じになった。あー、また白くなってきた。ちょっと下がろう。なんでだ。お菓子食べよう。下がります。できた。グミ食べる。美肌モードにしてます。この間誰かに教わった。果汁グミ、そう、美味しい。なんかみんな話してください。最近
ショールームよくやるようになったんですよ、演歌。偉くないですか？成長だと思う。ちょっと配信頻度を増やそうって思ってたらこんなに増えた。えらい、リンカ。2日に1回ぐらいはやってません？今日は鑑賞会はしません。だって今日はなんて言うんですか、リンカは10時までしか配信ができないので、今から見たとしても見終わらないので嫌です。SNS の投稿も多くなったよね。でしょ？有能だわ。有能だわ。自画自賛がすごい。エゴさんとのプリめっちゃ漏れてて可愛い。そう、なんかやばいぐらい目がでかくてキモいの。めっちゃなんかデメキンみたいになって、そう、なんか宇宙人みたいになって、ちょっとね難しい。うまグミ。危ない危ない、詰まるところだった。死ぬとこだった。危な、うー、危ねえ。最近のプリクラって感じね。なんかすごかったです。危ない、吐くとこやった。犬のクマ可愛かったよ。本当？嬉しい。よく噛まないとね。危なかった。50カウントありがとうございます。そう、なんかお菓子をなんか話そうと思ってお菓子を急いで飲み込んだら危なかった。クマヘアはののちゃんからのお誘いなの？どうだっけ、忘れた。なんかまあいろいろ理由があってあの髪型にしたんですけど、どうだっけな、わかんないや。どっちからだっけ、忘れた。てかなんか普通に8月まで握手会ないの悲しいんだけど。ニカはさ、よくさ SKE に詳しくないからわからないけどさ、急に8月までに握手会って入ったりするんですか？こんばんは。
全額が追加される。あ、そうなんだ。なるほどです。なるほど。はあ、グミ食べてたらお腹いっぱいになっちゃった。お腹空いてたのに。食べた。うま。グミってうまいよね。何話そうとしたんだっけ、忘れちゃった。また白飛びしてる。何話そうとしたんだっけ。最近めっちゃショールームやるね。偉いでしょ、なんか偉くない？めっちゃやってる。ラジオの話、うーん、なんだろう。谷さんもいたんだけど、谷さんが面白かった。毎日やろう、無理。私にはできません。無理です。無理です。なんか毎日やるのは使命感があって嫌いになるから無理です。毎日やろうと思えばできるんですよ。それは毎朝起きて配信したり、あと普通にもう少し年齢超えたら12時までできるわけだから、やろうと思えばできるんですけど、だってなんかわざわざ起きてまでさ、みんな眠たい顔してさ、やりたくもないショールームをやっていてもさ、まあ見てて楽しい人もいるかもしれないけれどもねえって思うんですよ。インカはそう、15分やるためだけに。だからそう、みんながそうやってね、毎日やってとか言うと、なんか今2日に1回やってたのに、どんどん頻度が減って3日に1回、4日に1回になるからね。これはみんなのせいだから、もう知らないからね。演歌は演歌の自由で配信してるから。そうです、そういうタイプです。急遽見てしまうことに、じゃあもう休憩に行ってください。バイバイ。自分がしたい時にすればよろしい。そうですね、本当にそうだと思いませんかも。
そうですよね、やっぱ。そう、なんか毎日アイドルだった時あるけど、なんか途切れちゃうからやらなきゃみたいなのがあると、なんかね、嫌になってくるから。まあやりたい時にやるので、リンクは。今日はね、 DMM 実況見てたんだ。リンク面白かった。なんか面白かった。普通にテテ見たの久しぶり、 S 公演の。リクアワは今度やる。いつやろうかな。でも早く帰ってきた時じゃないとな。明日は絶対無理だから、明後日も無理だから、しあさってはワンチャンやるかもしれない。明日明後日は配信ルームしない、絶対って思ってます。あ、でも分かんない。青春ガールズ公演早く帰ってきたらやるかもしれない。できたらしますね。リクアは全部見てないよ。11人、もしかしたらやるかもしれないけど、わかんないです。MC カットで1時間20分ぐらい。ああ、いけそうな気がしますね、それは。まあ、何か MC カットしていく派だから、そうします。そうですね、そうやってみます。16時10ん18時公演はきつい。うん、まあしょうがないよ、そういうルールだから。でも確かにかわいそう。みんなさ、だって会社の人はさ、早く会社を帰ってさ、やるんでしょ、公演に行くんでしょ。